はい、どうもドクタークラゲさんでございます。まあ、この論文塾の第13回、今回はですね、まあ、前回に引き続いてここに図を出しますが、論文執筆の流れをもとにですね、論文の執筆のいよいよ終盤をね、語っていきたいと思います。まあ、終盤といってもこれはあくまで、まあ、あの草稿を書く段の終盤なので、あの論文投稿はこの終盤が終わればできるわけではございませんが、まあ、それでも論文執筆のね、ある程度の区切りとなるのがこの論文執筆の、セクション13でやる終盤の書き方でございますので、ぜひぜひ、勉強していっていただけるとありがたく存じます。噛むなよって話だな。はい、それではどうぞ。前々回この青のところを、前回緑のところを説明したと思うので、まあ、ちょっと訳し気味に書いてみました。で、まあ、これらを元にですね、今回書いていくものはまずですね、謝辞でございますね。はい、アクナレジメントね。で、まあ、この謝辞のポイントはセクション8だっけ9だっけ、その辺で説明した通り、まあ、お世話になった人を余すことなく書いていくということなんですが、その余すことなく書くというのはどういうふうにすればいいのかといえば、マテメソを見るんです。まあ、マテメソには今回その研究に関わったですね、まあ、研究に関わったというか、その研究の流れというか、そのやった方法が余すことなく過不足なく書かれているという、それがまあ前回言った通りなんですけれども、その過不足なく書かれたその研究のその流れからですね、方法から、材料と方法からですね、それにかけてお世話になった人間、ただし著者を除くの人間が絞り込めるわけじゃないですか、人間および機関ですね。例えばまあ、俺で言えばさ、チラミカワリ銀着とかのイソ銀着を、まあ、取った人でしょ。それから、標本を固定した人、あるいは、なんだろうな、その標本を水族館で、飼ってくれていた人、およびその水族館とか、あるいは、こう、実験において、その実験器具を使わせてもらった設備、そしてそれを担当してくれた人、および、それをまとめるときにアドバイスをくれた人とかね。まあ、そういったような、そのマテメソを見ると、その研究の流れが分かって、研究の流れが分かれば写真に書くべき人間もおのずと分かってくるわけです。だからこの流れで書くのが良いのです。はい、まあ、とにかくね、まあ、一部この結果議論を見て写真を書くっていうこともできるんだけど、やっぱり一番研究のこの写真というものにおいてキーになってくるのはマテメソでございますので、まあ、この順番で書きましょうと、そのように言ったのでございました。まあ、謝辞の書き方についてはセクション9で述べましたけれども、まあ、もうこの関わった人についてですね、この人にはこれこれこういう点で、この人にはこれこれこういう点で、この機関にはこういう実験の補助でみたいなさ、そういうような風にただ書いていけばいいので、そんなに難しくはないと思います。それでは続いてですね、で、まあ、引用文献に関しては非常に時間を取られるものだと言いました。ただしこの順番で書いていけばですね、当然この議論とマテメソとイントロに引用した文献は全部書いてあるはずです。というのはね、前にも言った通り、これは言ってないか、ごめんね、これは言うべきだったんだけど、論文には例えばこれこれこういうことが過去に言われています、著者名カンマ、カンマないこともあるよ、著者名カンマ、例えば2000いくつみたいなさ、こういうような著者名年でこの引用した論文が論文のその随所に書かれてるわけね。うん、で、俺はこの前回に言ったけど、これらをエクセルファイルにまとめておきましょうと言った。はい、論文に出てくるこれらが全てエクセルファイルにまとまっている今その状態、あとはその年と著者名を頼りにですね、それを並べていけばよいのだ。エクセルファイルの、まあ、エクセルというか、その表計算ソフトのいいところは、アルファベット順に相当してくれること。で、この引用文献、言った通り、書き方は雑誌によって異なる。が、多いのは、出てくる順か、アルファベット順の2択だ。で、アルファベット順のところの方が、俺は、圧倒的に多いような感じがする。ということは、アルファベット順に著者を相当できるように、表計算ソフトで、エクセルで相当して、それらをそのまま引用文献として書いていけばよいのだ。はい。
まあそういう感じなので、前にも言った通りこの議論まとめのイントロを書いてから引用文献にとっかかりましょうって、まさか引用文献から書くやつはいないと思うけど、まあ、そういう風にして、やっていくとよろしいと思います。でまあ、引用文献に関してはね、正直言うとどんだけ注意してもなんだ、前にセクション9で言った通り、書き方に関しては、まあ、人間の目だからね、どうしてもその書き方についてはまあ、ミスというものが生まれるものなのだ、まあ、そこは英文校閲強調のチェックないしは査読において直していくものなので、まあミスがないように気をつけるはいいけれども、あんまり、神経質になりすぎないように。それが引用文献を書く上での、まあ、心理的なコツだと思っております。それでは最後に、まあ、これらをすべて、受けてですね、ごめん、こうだね。それらをすべて、受けてですね、書いていくのが論文の最初のページにあります、用紙とキーワードとタイトルだ。ね。で、まあ、ちょっとこれ前回説明しなかったんだけど、矢印で言えば、こうなるかな、ごめんね小さくなってね、キーワード違う、タイトルと用紙を書いた後に最後にキーワードを添えると良い。でなんでかっていうと、まあ、説明していなかったけど、この説明してなかったことばっかりだなこの論文塾な、うん、まあ、このキーワードっていうのは実は用紙やタイトルに出てこない言葉を選ぶという流儀があるんですよ。でなんでこのキーワードが必要かっていうと、やっぱり検索でヒットさせるためね。検索でヒットさせるためには、そのなるべくこの用紙やタイトルはそもそもヒットするんですよ、言葉が入ってるから。でそれにないんだけど重要な言葉がキーワードに入って、これでもヒットするようになるという、まあ、それにおいて自分の論文の、まあ、自分たちの論文のその読んでもらえる率を上げるというのがこのキーワードの役割なので、まあ用紙やタイトルに実はある言葉ではなくない言葉を選ぶっていうのが一つの方法なんですよね。まあそんな感じなので、まあ用紙とタイトルを書いた後最後にキーワードで締めると良いという、それもまあ一つの考え方だというのを分かっておいていただいた上で、まあ説明しますと、まあこれら全てをまとめて論文で一番大事なところ用紙を書きます。まあ、用紙については、まあまあ、論文の内容の要約ですからね、セクション8で言った通り、まあ、読んでもらえるようなしっかりとした文章を、まあ、これらを全て受けて書きましょうってことです。例えばこのイントロや方法に偏って結果議論の話が全くなかったり、逆に結果議論の話だけでイントロやまとめ書について一切その新規性が書かれていなかったりすると、もちろん評価は落ちる。はい。それらを全て要約しなければいけないのが用紙だ。だから意外と最初なんですけど、すごい時間がかかると思ってくれ。特に最初に論文を書く場合。まあね、それ以降の論文では正直似たような形式の論文の用紙をパクればいいだけだから、ちょっとだけ時間は減るんだけれども、まあでも最初に書くときはすごい時間がかかる。で、一歩次タイトル。ね。まあタイトルは、まあとりあえず魅力的なものをつけましょうってことです。で、このタイトルの付け方についてもいろんな流儀があるんだけど、例えばスタディごめんスタディオブなんとかみたいなさ、スタディオブとかいらねえんだよ基本。だってスタディオブって基本的にスタディオブを書くわけだからさ、論文にさ、スタディオブで要するに何々的研究っていうさ、うん、そんなのつけるのは学位論文だけですよ。基本的に例えばだから俺で言う、例えば何々属新種イソギンチャクの研究だったらニュースピーシーズオブなんとかでいいわけだよ。スタディーオブニュースピーシーズなんとかとか、まあそういうふうに書く必要はないわけだよね、うん、まああとね、一つこの論文、まあこれはいろんな人がいるので、まあ俺もちょっとあくまで俺の考えなんだけど、なんかちょっと魅力的なフレーズつけておいた方がいいと俺は思う。例えばまあなんだ、水族館で15年飼われていた新種だったら、まあ、あるいはね100年ぶりの発見だったら、なんだ、なんだろうな、ディスカバー after a century とかね、100年ぶりの発見みたいなさ、まあそういうような、あるいはなんだ、ディスカバー taken care after 15 yearsTaken care of aquarium とかね、今一瞬ちょっと英語が忘れちゃったんで、なんて書いたか覚えてないけど、自分の論文のタイトルも覚えてないんだけどね、まあそんな感じで、とにかくただ何々の研究というよりは、とりあえずなんか魅力的なフレーズをね一つつけておいた方がいいと思う。まあ、論文の検索をすればわかると思うけど、なんかね、特に日本人よりも外国人が書いた論文ってかなり最初のフレーズが、あれこれ研究論文なの小説なのみたいなさ、そういうタイトル結構あるよ、うん、
なのでタイトルに関しては、まあ、これらの内容を全て踏まえた上で魅力的なフレーズをつけた上で、あと発見したことのクリティカルな内容っていう感じで抑えるといいと思います。はい、ではそれらを受けてですね、それらに入ってないようなワードだけど重要なもの、例えばね、俺の研究で言えば、あのこのキーワードに入るの地名とかが多いよね、うん、あの採集された地名、うん、地名はあんまりこのタイトルや用紙に入ってこないんですけど、例えばこの地でこれが取れたっていうことになれば非常にね重要になってくる。例えばなんだろう、天草で取れた新種のイソギンチャクなんだけれども、タイトルにも用紙にも天草は入ってなかったりする。特に種類の数が多くなってくるとそれぞれの個々の地名は書かれなかったりするけれども、まあ、その時にこのキーワードで個々の地名を書いておいたりとかね、そしたら天草で特集した論文ってのがわかるだろ。特集したじゃねえな、天草で、取った生き物を特集した論文ってのがわかるよね、うん、そんな感じです。はい、まあ、なので、実はこの9割以上を占めるような分量に比べるとこの辺は分量は少ないんだけど、まあ、気にすることが多いので時間はかかると思ってください。でも、まあ、このキーワードまで書き上げて逆にこの最後の章も書き上げたら、ああ一段落ついたって思うよ。実際は全然一段落じゃないんだけどね、あのまだまだめんどくせえ仕事がたくさんはまってんだけど、まあ、それでも自分が執筆する分は、ね、そのひたすらガタ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 やる分は終わったという、まあ、そう思っていただいて結構でございます。はい、論文塾第13回論文執筆のリアル、リアルじゃねえや、論文執筆のコツ終盤戦、赤で示したところを語りましたがいかがでございましょうか。で、次回と次次回なんですが、どういう順番でやるか迷ったんだけど、この引用文献の前にジャーナル決めしておけって言ったじゃん、うん、ただこのジャーナル決めについてちょっとあまりに説明が足りなかったかなって思うのね。でインパクトファクターについては初回で説明したし、そのジャーナルの査読方法については2回目で説明したんだけど、じゃあ果たしてジャーナルってどうやって決めるのっていうようなそういう話をね、していなかったので、ちょっとここに入るあの 12.5 みたいな話になるんだけども、第14回はね、ジャーナル決めのお話をしたいと思います。でその次第15回なんですけれども、まあ、これらを全てひっくるめた自分の草稿が完成したと。完成したけれども次にやらなきゃいけないのは強調にチェックさせることだ。で実はこの強調にチェックさせることが論文執筆において執筆よりも時間がかかることが多いんです。その理由とですね、なるべくその強調の方々と穏便にかつ、なるべく迅速にね進めてもらう方法をですね、まあ俺の経験上からですね、セクション15でこれを強調に流すときに、どうするかをご説明したいと思っております。はい、投稿がセクション16になるってことですね。はい、まあ、そういう感じで結構あの長丁場になると思いますけれども、皆さんぜひぜひ、お付き合い願えると幸いです。それではドクタークラゲさんでございました。